Sony. それは突然の出来事だった。平成28年4月14日午後9時26分、後に前震と呼ばれることになる揺れは、九州で初の震度7を計測した。初めて経験する大地震にも、社員一人として欠けることなく無事避難を終えた。驚きの中、それでも互いの無事に安堵した。前震から29時間、史上類を見ない2度目の震度7が熊本を襲った。2度にわたる震度7の揺れは、想像を超えた傷跡を熊本テックに与えていた。粉砕した土台、割れた配管、ねじ切れたボルト、大きくたわむエッジ鋼、そのどれもが想像をはるかに超えた現実だった。大きな余震がまだ続く中、それでも現状記録のために事務棟内部に足を踏み入れた。昨日までの職場はそこにはなかった。そこかしこの通路では天井が落ち、靴箱や自動販売機までもが倒れ、壁の剥がれが行く手を拒む。落ちた時計は2度目の震度なら本震の発生時刻を指していた。記録撮影をしている間にも地震警報が館内に響き渡り、足がすくむ。食べかけの食器とわずかな腐敗臭が地震のリアルさを記録班に感じさせていた。事務棟と工場棟との隙間、通常光などささない場所が明るく照らし出され、どこか現実離れしたその風景に目を奪われた。3階クリーンルームでは至る所でフープが落ち、ウェハーが散乱していた。6階クリーンルームはさらに無残な状況だった。クリーンルームから外が見えていた。もはや言葉を失うしかなかった。九州人の意地を見せて頑張っていこう、上田社長の言葉で火がついた。5月21日流動再開、鈴木テック長の目標に
目指すべきところが見えた。必ず復活してみせる。言葉には出さなくとも全員の思いは一つだった。まだまだ余震が続く中、復旧に向けた BCP 会議が発足した。何とかしたい、まさに神にも祈る、そんな現場だった。皆の安全が第一。事務棟への入室は時間制限付きでの解禁だった。あれほどクリーン度を管理していたクリーンルームにヘルメットをかぶり私服姿で入室する。無残に行くだけ床に散らばるウエハー、無念さを押し殺しながら丁寧に破片を取り除いていく。震度7の揺れに耐え抜いた製品は個別に密封し、一時クリーンルーム外へ退避させた。一枚でも多く再流動させたい、そう思った。復旧作業に集まった皆にせめてお腹いっぱいご飯を食べてほしい。いくつもの業者に頼み、毎日数千個の弁当をかき集め続けた。復旧の要、ファシリティ部隊、テック内に張り巡らされたあらゆる電源、配管を確認していく。力を合わせて最速復旧。見せろ熊本テックの底力。鈴木テック長の言葉にどこからともなく拍手が起こる。はい、続きまして社長の上田君。ゴールデンウィークも作業していただけるということで、深く感謝しております。熊本テック復活頑張るぞ。えいえいおーえいえいおーありがとうございました。熊本復興頑張ろう。頑張ろう。一日の作業を終え、温かい炊き出しに皆一様にほっとした顔になっていた。また明日も頑張ろう、そう思える味だ。熊本の窮地に本社トップも応援に駆けつけてくれた。直接現場を視察するその目には、最速復旧に向けて奮闘する熊本テックの姿が映っていた。二度の震度7に耐え抜き、痛々しい姿だった熊本建屋。それでも最速復旧を合言葉に、24時間フル稼働でその姿を取り戻していった。S
SCK でイメージセンサーを立ち上げてきた鈴木副社長。その手には川崎大使の厄除けが握られていた。5月21日流動再開に向けた立ち上げは予定を前倒しする勢いで進められた。そこには SCK 設備メーカーという垣根を越え、最速復帰を目指す皆の意地と情熱が燃え上がっていた。生産再開を祝うテープカット。もう二度とこのテープに遮られはしない。その思いを込めて皆で立ち入り禁止のテープにハサミを入れた。ファーストロット測定、待望のグリーンマークに歓声と拍手が巻き起こる。一台また一台、再稼働が始まる。思わず口をついた。嬉しいな。その一言に尽きる瞬間であった。震災を九州で体験した平井社長が再び熊本の応援に駆けつけてくれた。全社でサポートします。そのメッセージに皆勇気づけられる思いがした。Sony.